皆さんお元気ですか？よいしょ、カカジーです。今日は今何もないんだけどね、はい、あの大陸美人子さん、タイピンちゃんがうちの培養方法で今どうなってるかっていうのをお届けしようかと思ってね。皆さん気になってると思うんだよね。タイピンちゃんとあとオーピンちゃん、これらがタマピンちゃんのように増えてるのか減ってるのか全滅なのかっていう感じでね、今日はその経過報告お届けしようと思いますよ。では参ります。はい、ドンドン、はい、ドドーンと、こんな感じで、実は今この4リットルぐらいのボトル、これダイソーさんで売ってたやつなんだけど、蓋付きボトル、もうねこれ買った以降入荷してないね。入荷してほしいね。330円でこれはお安い。届いた時ってどんなぐらいの量だったんだっけ。はい、ドン、よいしょ、こんな感じで、おーすげえすげえ、わっしょわっしょしてる、おーすげえ、はいはい、ということでね、あんな感じの量でうちに来たんだね。それが今ボトル3本に増えました。もうぶっちゃけうちはこのタイピンちゃん1本で通してもいいかなって思う感じ。とにかく増えやすい、キープも楽、それからねサイズ的にもみんなに使える感じだね。アダルティちゃんもベイビーちゃんもメダカちゃんに使える、ギリ使えるぐらいのサイズだし、グピーちゃんにも使えるって感じで、やっぱりねタマピンちゃんはちょっと小さいかな。でメダカちゃんのベイビーちゃんに関してはゾウリムシちゃんがいるんでね、ミジンコピンピンちゃんの出番はまだいらないっていう感じのうちの流れがあるんでね。はい、ということで今日はこの3本のボトルを水替えしまーす。ということでね、水替えすると、まあ、どれぐらいの数が今いるのかっていうのはより分かりやすいってことでね、今分かんないよね全然ね。水がもうさ PSB の色で染まっちゃってるんで、まずは必要なものがこれだけあります。4リットルのこれどこ、セリアの4リットルの箱かな。あとボール2つにこれ改良版です。じゃん、ミジンコちゃんをこす用の網。この枠は刺繍網100均のこれセリアさんだった気がするんだよね。こうネジで締められるやつがいいです。ネジで締められるやつはギューっていけるんで固定がしっかりします。でこの網はあの手芸屋さんの湯沢屋さんで切り売りをしていった白い目の細かいオーガンジーの布、これをまあいい感じで切り出して枠にパコッてはめて、前はねピーンって貼ってやってたんだけど、これだとやっぱりね時間かかるんだわさ。だからこう網みたいなね、捕虫網とか魚の網みたいな感じでこうにちょっと余裕持たせてズバッていけるように改良してます。非常に作業が早くなりました。ということでやりますよ。今うちのこの子たちのやり方としてはエアレーションしてます。やっぱりねエアレーションした方が掃除の感覚引っ張れるかなって感じで、ただこのエアチューブとかめっちゃ汚れるんですよ。でエアストーン使わずに、はい、こちらメダカちゃんで使ってたネジ、ステンレスネジをぶっ込むと、これ M5 サイズだったかな、直径5ミリのネジ、木ネジタイプだね。でちょっと私は頭のでかいタイプ、その方が重量が出るんで使ってます。それをねじ込んでエア調整するといい感じでブクブクってなるので掃除も楽ね、ステンレスのネジなだけだから。このアイデアはあのパクパクメダカさんからいただきました。洗ってきます。はい、洗ってきましたよ。ほら綺麗になった。これネジを外してニットスポンジでジャバジャバジャバって洗うだけで、はい、こんな綺麗になります。こちらの黒いボールはこの網を一時的に置いとく用のものなんでメインではございませんと。はい、そしてペットボトル汲み置き水、まあこの寒くなってきた時期ね、水温がぐんぐん下がってるんで水道直だともしかすると良くないかもしれないってことで、うちではエアレーションを1日2日したものをペットボトルに移して保管してね、いっぱいストックしてます。まあ室温ぐらいだったらね25度ぐらい、うちはこの部屋は25度で生き物のためにキープしてるので、その部屋に置いとけばね使いやすい水温の汲み置き水がいっぱいストックできるってことで、さあここから普段はお風呂場でもうねジャバってやっちゃっても気にしないみたいな、洗い流しゃいいみたいな感じで雑にやれてたのは、今回は今でシークルームで
やるのでちょっと怖い。ぶちまけたら終わる、いろいろ終わる。はい、ということでいきましょう。まずはこの網を、この汲み置き水を入れたボウルにジャパーンといきますよ。水が通りやすくなります。ではじゃあこの部屋でキープしてたこのボトルからいきましょう。いつものポジションこんな感じ。四角型ってのはいいね。角から流し込めるんで、角から流し込むとね、結構いい感じで流し込めます。こんな感じでどれだけ前と比べて楽ちんになってるかお見せします。ザーッとザバッと、いやーすごい。おでも一緒に角度、いやーよいしょ、お前も、よし、お前ちゃんも、うわこんな感じで汚いでこんなものが出てきましたよ。卵の殻です。これ後でご説明します。一旦ここに置いとこう。ほいたらどんな感じかっつうと、ほらこんなんで、うおー、わしゃ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 って、ちょっとこれサムネかな。おでと一緒にいるはいるんだけど、すげえな数が。この飼育ルームで培養する方が温度がいい温度で一定だから増えるかな。よく増えてる感じがしますせ。でひっくり返して水につけてあげると、みんながキャッホー、水だ水だっつって解き放たれていくんで、よし、はい、こんな感じでざっとでいいです。ざっとで、なんでざっとかっていうと、もう一回この水をボトルに戻します。ざーっと戻します、いやはーい、はい、戻しました。そしたらまた網をスタンバって、ちょっとこう壁面をこうこの液体で撫でるようにして、これね、壁面に1回だけだとそこそこの数のミジンコちゃんがへばりついた状態でいるんだよね。でこれで2回目、この作業2回で大丈夫です。2回で大体のミジンコちゃん確保できるんで、まあ、残りのロスはちょっとまあ目つぶってって感じかな。はい、これであとこれ、このボトルは洗ってきます。でどれぐらいいるかっつうと、よいしょ、ほらね、そこそこいるよね。はい、ということでバシャーっと放流しますよ。よいしょ、よし、あ、いいんじゃない。はい、そしたらこれを捨ててきて、これも洗ってきますきます。はい、これお水を流してこっちを洗ってきましたよ。はい、こんな感じでね、100均のニットスポンジで軽く撫でるだけで簡単にきれいになるんで、そういった意味でもこのボトルカカジー大のお気に入りでございます。はい、ではちょっとどれぐらいいんのか見てみよう。ほら、えらいことになってる。この密度感とか質量感はやっぱりタマピンちゃんでは得られない感じだね。でこう指を置いとくと分かるけどね、こういうサイズ感、こんなサイズ感なんで、うちにいるお魚さんたちだともうこのタイピンちゃんだけで全てカバーできるって感じだね。非常にね、いいサイズ感。いやー、なんかね、結構ネットでミジンコ使うんだったら大陸ミジンコが一番いいよみたいなコメントはチラチラ見てたんだよね。でも本当にみたいな、やっぱりメダカに使うんだったらスタンダードなタマピンちゃんがいいんじゃねえのなんて思ったんだけども、よくわかりました。非常にこうやってね、キープもこの季節になってもこの勢いは衰えない。そしてサイズ感もバッチリっていうね。やっぱりタマピンちゃんで各魚さんたちをお腹いっぱいにさせようとするとかなりの量がいるのよね。それから考えると、こっちはね、一匹一匹の質量がありますから、そんなに数なくってもお腹膨れてくれるっていうのを考えてもね、いろんな面でいい。オオミジンコちゃんもまたこんな感じでその後の経過報告しようと思いますけども、まあ全部のボトルをこのタイピンちゃん1本に絞っていきたいかなって思うぐらい、3種類の中でははるかにメリットだらけです。素晴らしい。そしてあと耐久卵もすぐ産むので、そういった意味ではバックアップもすぐ作りやすいです。はい、はい、じゃん、こんな感じで、これつい最近採取したおでごとの耐久卵で23日、これ3つぐらいかな、
10日分ぐらいのがまとめて、これ10月下旬、これも2パックぐらいかな、おでごと。でここから初期の頃に動画でもねお届けした、あ、これかな、10月14日、これ多分動画でお届けした卵だね、耐久卵ちゃん。あ、メートルね、こうおでとか取らずにちゃんと卵だけで採取したやつで、この後にももう一回卵だけを採取しております。はい、で3回目からもうおでごとでいいやっつって、めんどくさくなったんでこうやって採取してます。まあ、水替えの時にね、下のおでの中に必ず耐久卵がいるんで、それをこうやってお茶パックでこして乾かして残していくって感じかな。もうすでにこれだけの分量のバックアップができてるんで、全滅してもいくらでも復活劇はいけますぜっていうことで、そろそろねこの耐久卵ちゃんのお戻し実験もやりたいなっていう感じだね。これだけストックがあるとね、もう全然臆せず実験に使えるって感じで、はい、今日のこのちょっとメートルおでもまた同様に越してやろうかなって思いますよ。これいつもだとここからこっちにザーって戻してっていう作業なんだけど、3つのボトルでどれぐらいの数のタイピンちゃんがいるのか見てみたいので、まとめちゃいます。まとめてで分散する感じかな。その作業もねたまにやった方がいいですよ。そうやってね一回分散してるやつをひとところに集めてごちゃ混ぜにしてまた分散させるっていうのはやった方がいいかなっていうのは感じ、個人的に思います。ゾウリムシちゃんでもよくやってます。理由は一つのラインをずっと類代していくと生き物ってだんだん弱くなってくるんで、定期的に別のラインを混ぜてあげて雑種を作る感じだね。はい、では2ボトル目いきます。グッドボタンやチャンネル登録をしていただけましたら幸いでございます。それじゃあまたお元気で。